新年明けましておめでとうございます。先週言ってるよだあ、まあまあ我々的には我々的にはですね、本当の新年です。先週は年末進行でね、日本撮りでお届けしていたので、昨年中の収録だったんですけども、ついに17年になったということで、新年感あった。新年感、年末年始いかがお過ごしでしたか。あ、僕ですか。いや特には何も楽しくなかったと見えるそうね、まあ普通。俺はまあ実家に帰省してたんですけれども、せっかくね、伏見稲荷行ってきたんですよ。あ、行ったの？行きました。俺が去年行ったやつだ。俺2回目なんですけれども、うん、ほら、あ、そうだよね、先に行っててなんかいいっすよねって、うん、そうそう、あそこすごいなんか言われたな。なんか今年もムラッと行きたくなって、うん、でまあいとこを連れて行ってきたんですね。はいはい、まあ、いとこは女子高生なんですけれども、うん、JK、 そう、 JK、 初めて捕まったって話しようとしてる。違う、もう俺先読めちゃったよ。違う、いや、これが御用になりまして、お稲荷様を見られなかったプリヤーみたいな感想。違うの新年のね、なんかこうね、決意も新たにお参りに行った話ですよ。まあまあまあ、初詣頂上に登れるじゃないですか。あれどこまで行ったの。頂上まで行きましたよ。マジで、一番上。一番上です。どんぐらいかかった。ですね、2時間ぐらいですかね。あの人がいっぱいいたんで、そうだね、もう列をなしてでもだんだん減るよね。そう、どんどん減っちゃうどんどんリタイアが出るから。そう 人減るんだよね。もう人が減る理由が分かるぐらいさ、頂上に近づくにつれ、足場悪くなるよね。階段越え斜めについてますよねみたいな。あれね、ちょっと気をつけないとこけるんで、ね、ドミノ倒し起きるんで危ないね。ただもうね、やっぱ途中で離脱していくやつ見ると、腰抜けねって思うじゃないですか。まあ我々はね、こう力の限り登っていって頂上まで行ったんですよ。そしたら、まあ、頂上行ったら、あのいとこはですね、あの、あ、やっと着いたね、でちなみにここってお墓と何が違うのって言い出したんですよ。お墓え、本当に女子高生だろ。いや、俺もね、昨今の日本の教育の乱れにちょっと危機感を覚えましてね。お前はなんで稲荷神社って教えた、いや、神社、これは神社だよって話をして、お寺と思って上がったってこと。いや、神社は理解してると思うんですよ。ただなぜ母だと思ったって思ったら言ったんですよ。そしたら、いや、石でできてるしっていうわけですよ。石イコール墓なの。いや、昨今のね、日本の教育事情にね、俺はね、あの、大変な危機感を覚えてました。そうだね、もうなんかゆとりとかいうレベルじゃねえなっていう。いやー、可愛かったっすね。なんやねん、着地点がぐちゃぐちゃなんだけども。いやいやいや、でも、まあ、すごいとこ行ってんじゃん。いいとこでした、すごい。あ、まあまあ、あそこ面白いよね。俺もまたちょっと行きたいなと思ってんだよな。はい、ということで、お便り紹介しますか。ラジオシャンネームモカさんですね、明けましておめでとうございます。新年から早速アナムネシスやってますが、とあることに気づきました。島田が多いマルチプレイをやってると限界突破しまく、あ、そういう意味か、はい、限界突破しまくった星6の島田プレイヤーが結構います。これはマフィカジさんが熱く島田を語っていたからではないでしょうか。島田回復しまくってて強い、あ、島田は強いと、ディフェンダーはビクトル使いなので島田を育ててなかったんですけども、限界突破しまくった島田がいるので私も星6に進化させようかなと思いますってやったー、強いんだね。いや、実際のところ俺も島田限界まで育てました。強い、速攻でめちゃめちゃ強いです。硬いの。あのですねびっくりするほど HP 吸うんですよ。ああ、はいはいはい、そのとにかくスキルが全部、ね、攻撃したら吸収みたいな。そう、攻撃回復とあと HP 自動回復と特化してて、あ、ね、うん、あれスパロボのボスかってくらいにもう硬いあのジェリーボスとか戦ってると味方全滅するじゃないですか、はいはい、あいつだけ島田だけ生き残ってまた俺だけ生き残ってしまったっていうで、島田はジェリーボスいくら削られても一撃必殺が来ない限りはすぐ HP が満タンまで回復するんですよ。周り死んでるの尻目にチマチマチマと削るんですよ。あのさ、必殺技でも回復してんの。します。あれ使うとあの自動回復がつくんですよ。さらにじゃあめちゃんこ回復するの。めちゃめちゃ硬いっす。そうか、じゃあ最大 HP を超える一撃さえ来なければどうということはないってしかも最大 HP 1万7000くらいあるんで、はいはいはい、とにかく硬い。まあまあ硬いんだね。なるほどね、これはね、島田のなんていうか、そこまで強くした理由は可能性があるんだ、うん、ビクトルさん超えたらダメだよ開発聞いてるか。いや、多分原突ビクトルさんは10枚できるじゃないですか。そうだね、最大まで鍛えたビクトルと比べたらさすがに弱いとは思うんです。それはパラメータの話でしょ、うんうん、回復しながら戦えるっていうその生存能力ってパラメータ関係ないから、うん、めっちゃ生存能力が高いです。そうだね、攻撃力低いんで一人になるとすげえ時間かかります。ああ、そうか、タフだけど倒せない。そう、硬いんだ。あ、うん、確かにボスね、後半すげえ硬くなるからね。あ、島田専用武器たるイグニートソート今も違う、お前の武器、お前じゃない、島田の武器じゃねえ
違うから魔光線のパワーアップついてるから、違うビクトルさんのだから、はい、ということで島田、はい、おすすめだそうです。スターオーシャン4からあのキャラが参戦。スターオーシャン20周年記念作品であるスターオーシャンアナムネシスが好評配信中です。先週1月5日のバージョンアップより新キャラクターが追加されました。今回はスターオーシャン4より人気の2キャラとなります。リムル渋沢シロンミユキ、キャスターですね、うん、そしてフェイズ渋沢が美月、こちらもキャスター特殊、こちら特殊沢城大型大砲型と書かれています。なんか4のキャラだから、いやー思い入れあるんですよリムル言ってたよね。でもさ、もう今沢城さんこういう役やってないですよ。珍しいですよね。いやこれがね久しぶりに聞いたんですよ。脳がとろけるかと。いいっすね、やっぱ沢城ロリいいっすわ。すごい沢城ロリ新しいワード出ましたね。めっちゃいいっすわ。本人に言ってみよう、沢城ロリ多かったって、うん、いややっぱり最近はね、うん、あの藤子ちゃん以来やっぱりいい女キャラにこう定評がある感じですけど、やっぱりここもいけるんだなと。いやこれね、あの尋常じゃないロリボイスなんですよ。要はまああの舌足らずというか、もう喋りが甘いレベルのロリなんですね。はいはいはい、はい、だからそれがまた沢城さんやるの珍しいんですけど今はね、うん、でもまあ確か昔ってよくやってたよね、うん、そういう印象あるもんね。まあちょっとね、スターオーシャン4を始めた理由も俺このキャラクターだったんで、うんうんうん、まあ、PV で見て、あ、これはいいロリがいるわって。そんなゲームプレイの動機って存在するんだ。あります、あります。そう。あります。キャラから行くことあります。なるほどね。だからね、リムルはね、気合でね、一回ヒーター出ました。え？気合なんかねえじゃん。いや、気合を入れてヒーター気合を、って、来いって。e スポーツって叫びながら。これやめろ。それ違うゲームよ。e スポーツって言ったら出たろ。出ました。e スポーツじゃねえからな、名前して。ガチャはスポーツ。はい。ということで、現在こちらのキャラの出現確率がアップするピックアップガチャ実施中です。ぜひ手に入れてください。さて。ぜひ手に入れてください。ということなので、またか、またか、社交心煽るよ。わかるこれ。どうだ、リムルとフェイズどっちが欲しいですかね。リムル。フェイズ、まあ最後さんでもいいんだけど、全然。リムルの声は聞きたいな。ちょっと、うん、沢城を狙ってみますか。なんかピンクだ、ピンク色の画面だし。はい。行ってみます。どうぞ。さあ、どうなる。電波が悪いです。電波が、ちょっと待ってくださいね。扉をね、開放するのね。スタジオの扉を開けちゃうんだぜ。俺ぐらいになると。ワイルドだな。ワイルドでしょ。ねえ。あ、来た来た。来た。ちょっと嫌な予感しかしない。輝く。輝く輪っかは出るのか。いえ。出ませんでしたか。はい。この時点でなんか確定しちゃうのって寂しいですよね。なんか確変かもしれない。演出ね、うん。バリバリってなって。確かにそうなんだよね、うん。この時点で確定しちゃうのはちょっと悲しいですよね。ちょっと待ってくださいね。うん、パンパン連打してますね。はい。うん、ちょっと待ってください。まあ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 。まあまあまあ、10連で出るもんじゃないから。うん、10連でお前出たんだろ。まあ出ましたけど。すべて限界突破。ちょっと待ってね。ちょっと今課金処理するから、ちょっと待って、ね。課金、お年玉ですよ。皆さんにね、あ、俺マイク違う方で喋ってた、うん。皆さん誤解ないように言っときますけど、僕ら、関係者ですけど、うん、何もないですからね。まあ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 、何ももらってないですよ。本当に。本当に、頑張ってるんです。うん。さあ、出たかな？出たかな？あ、なんか一個ある。一個ある。なんか一個輝いてるぞ。リムルかな？え？強くなれるんだ。お前じゃない。しまった。お、しまった、しまった。おめでとうございます。また島田引くとは。さあ、何が出る？何が出る？もうこれ以上回さないよ。何が出る？あ、俺今の子好きなんだよね。どの子か分からない。飛ばしてたじゃないですか。あと見せる。お、うん、あれ、メクトルさんじゃないですか。ですね。12人目のビクトルさんじゃないですか。あれ？おプロデューサーが締めようと。プロデューサーがもう電波いいっすよねみたいな感じ。ああまあいいですけど。はい。シスタープリンセスと同じ数だけビクトルさん持ってました。え？何これ？え？ビクプリ？ビクプリです。
ビクトルプリンス。ビクトル12人も引いてる人多分そんないないと思いますよ。みんなそれぞれお兄様とか言ってくんの？全員ビクトル。いやーこれー。ああ面白い。俺以外笑ってるからね。皆さんね気をつけてくださいね。俺はそんなに笑ってないですからね。ピックアップが何も仕事してない。これファリン。あファリンちゃん。ファリンちゃんね。結構好きなんですか？悪くないね。悪くないんですけどね。どういうところが？ 3D モデル表示にするとね、うん、等身が一気に上がるんだよね。そうそう。意外と大人なんだねっていう。イラストの方はちょっとロリっぽく見えるから、ね。イラストはね、おっぱいが大きい感じなんですよ。うん、クリムゾンブレイドの子でしたっけ？ファリンちゃんで。そうなの？うん、あの忍者の人だね。はい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 。これは使ってるんですか？育ってるんですか？実際育ててはないんだけど、うん、このキャラいいなって思って。ルックス好み。意外、長間さんとはそういう話ってあんま聞かないんで、うん、長間さんの一押しはファリンちゃんです。皆さん覚えてくださいね。はい、違うからね。なんか一押しにされたけど、今しれっと違うからね。これでファリンちゃんがレンタルキャラに増えるかもしれないですよ。うん、長間さん使って島田の次はファリンちゃんかな。うちのファリンちゃん使って。うん、見かけたらじゃあ使います。自分でね、育てないんなら人のを使うしかないからね。そうですね。はい。まあ我々はね、こう、力の限り登っていって、頂上まで行ったんですよ。そしたら、まあ、頂上行ったら、うん、いとこはですね、はい、やっと着いたね。で、ちなみにここってお墓と何が違うのって言い出したんですよ。お墓？本当に女子高生だろ？いや、俺もね、昨今の日本の教育の乱れにちょっと危機感を覚えましてね。お前はなんで稲荷神社って教えた？うん、いや、神社、これは神社だよって話をして。お寺と思って上がったってこと？いや、神社は理解してると思うんですよ。ただ、なぜ母だと思ったって思ったら、行ったんですよ。そしたら、いや、石でできてるし、っていうわけですよ。石イコール墓なの？いや、昨今のね、日本の教育事情にね、俺はね、大変な危機感を覚えてました、ね。そうだね、もうなんか、ゆとりとかいうレベルじゃねえなっていう。いやー、可愛かったっすね。なんやねん。着地点がぐちゃぐちゃなんだけども。いやいやいや、でもまあ。すごいとこ行ってんじゃん。いいとこでした。すごい。まあまあ、あそこ面白いね。俺もまたちょっと行きたいなと思ってんだよな。はい、ということで、お便り紹介しますか。ラジオシャンネーム、モカさんですね。うん、明けましておめでとうございます。新年から早速アナムネシスやってますが、とあることに気づきました。島田が多いマルチプレイをやってると限界突破しまくあそういう意味か、はい、限界突破しまくった星6の島田プレイヤーが結構います。これはマフィカジさんが熱く島田を語っていたからではないでしょうか。島田回復しまくってて強いです。あ島田は強いと、うんうんうん、ディフェンダーはビクトル使いなので島田を育ててなかったんですけども限界突破しまくった島田がいるので私も星6に進化させようかなと思いますってやったー強いんだね。いや実際のところ俺も島田限界まで育てました。強い速攻でめちゃめちゃ強いです。硬いのあのですねびっくりするほど HP 吸うんですよ。ああはいはい、はい、そのとにかくスキルが全部、ね、攻撃したら吸収みたいな。そう攻撃回復とあと HP 自動回復が特化してて あ,、ねうん、あれスパロボのボスかってくらいにもう硬いあのジェリーボスとか戦ってると味方全滅するじゃないですか、はいはい、あいつだけ島田だ け生き残ってまた俺だけ生き残ってしまったっていうで島田はジェリーボスいくら削られても一撃必殺が来ない限りはすぐ HP が満タンまで回復するんですよ。周り死んでんの尻目にチバチバチバと削るんですよ。必殺技でも回復してんのします。あれ使うとあの自動回復がつくんですよ。さらにじゃあめちゃんこ回復するね。めちゃめちゃ硬いっす。そうかじゃあ最大 HP を超える一撃さえ来なければどうということはないっていう。しかも最大 HP 1万7000くらいあるんで、はいはいはい、とにかく硬い。まあまあ硬いんだね。なるほどね、これはね島田のなんていうかそこまで強くした理由は可能性があるんだ、うん、ビクトルさん超えたらダメだよ開発聞いてるか。いや多分原突ビクトルさんは10枚できるじゃないですか。そうだ、ね、最大まで鍛えたビクトルと比べたらさすがに弱いとは思うんです。でそれはパラメーターの話でしょ、うんうん、回復しながら戦えるっていうその生存能力ってパラメーター関係ないから、うん、めっちゃ生存能力が高いです。そうだね攻撃力低いんで一人になるとすげえ時間かかります。ああそうか、うん、タフだけど倒せない。そうかいですよ。まあまあまあ初詣頂上に登れるじゃないですか。あれどこまで行ったの？頂上まで行きましたよ。マジで、一番上？一番上です。どんぐらいかかった？ですね2時間ぐらいですかね。あの人がいっぱいいたんで、はいはい、そうだよね。もう列をなしてぐーっと。でもだんだん減るよね。そうどんどん減ってくるどんどんリタイアが出るから。そうそうそう、人減るんだよね。もう人が減る理由がわかるぐらいさ、うん頂上に近づくにつれ、うん、足場悪くなるよね。階段越え斜めについてますよねみたいな。あれねちょっと気をつけないとこけるんで、ね、こけるよね。ドミノ倒し起きるんで危ないね。ああただもうねやっぱ途中で離脱していくやつ見ると、うん、腰抜けねって思うじゃないですか。まあ我々はねこう力の限り登っていって頂上まで行ったんですよ。そしたら
まあ、頂上行ったら、うん、あのいとこはですね、あの、あやっと着いたねって、ちなみにここってお墓と何が違うのって言い出したんですよ。お墓え、本当に女子高生だろ。いや俺もね、昨今の日本の教育の乱れにちょっと危機感を覚えましてね。お前はなんで稲荷神社って教えた、うん、いや神社、これは神社だよって話をして、お寺と思って上がったってこと。いや神社は理解してると思うんですよ、うん、だからなぜ母だと思ったって思ったら言ったんですよ、うん、そしたら、いや石でできてるしって言うわけですよ。石イコール墓なの。いや昨今のね日本の教育事情にね俺はね、うん、あの大変な危機感を覚えてました、ね、そうだね。もうなんかゆとりとかいうレベルじゃねえなっていう。いやー可愛かったっすね。なんやねん着地点がぐちゃぐちゃなんだけども。いやいやいや、でも、まあ、すごいとこ行ってんじゃん。いいとこでした。すごい。まあまああそこ面白いね。俺もまたちょっと行きたいなと思ってんだよな、はい。ということで、お便り紹介しますか。ラジオシャンネームモカさんですね、うん。明けましておめでとうございます。新年から早速アナムネシスやってますが、とあることに気づきました。島田が多いマルチプレイをやってると限界突破しまく、あそういう意味か、はい、限界突破しまくった星6の島田プレイヤーが結構います。これはマフィカジさんが熱く島田を語っていたからではないでしょうか。島田回復しまくってて強いっす。あ島田は強いと、うんうんうん、ディフェンダーはビクトル使いなので島田を育ててなかったんですけども、限界突破しまくった島田がいるので私も星6に進化させようかなと思いますってやったー。強いんだね。いや実際のところ俺も島田限界まで育てました。強い。速攻でめちゃめちゃ強いです。硬いの。あのですねびっくりするほど HP 吸うんですよ。ああはいはい。とにかくスキルが全部、ね、攻撃したら吸収みたいな。そう攻撃回復とあと HP 自動回復で特化してて、あ、ねうん、あれスパロボのボスかってくらいにもう硬いのあのジェリーボスとか戦ってると味方全滅するじゃないですか、はいはい、あいつだけ島田だけ島田生き残ってまた俺だけ生き残ってしまったっていうで島田ジェリーボスいくら削られても一撃必殺が来ない限りはすぐ HP が満タンまで回復する。周り死んでんの尻目にチマチマチマと削るんですよ。あのさ必殺技でも回復してんの。します。あれ使うとあの自動回復がつくんですよ。さらにじゃあめちゃんこ回復するの、ね、めちゃめちゃ硬いっす。そうかじゃあ最大 HP を超える一撃さえ来なければどうということはないっていう。しかも最大 HP17000。 こっちは特殊沢城大型大砲型と書かれています。なんか4のキャラだから、いやー思い入れあるんですよリムル言ってたよね。でもさもう今沢城さんこういう役やってないですよ。珍しいですよね。いやこれがね久しぶりに聞いたんですよ。脳がとろけるかどういいっすね。やっぱ沢城ロリいいっすわ。すごい沢城ロリ新しいワード出ましたね。めっちゃいいっすわ。本人に言ってみようか、うん、沢城ロリ多かったっ て, っていややっぱり最近はね、うん、あの藤子ちゃん以来やっぱりいい女キャラにこう定評がある感じですけど、やっぱりここもいけるんだなと。いやこれねあの尋常じゃないロリボイスなんですよ。いわばあの舌足らずというかもう喋りが甘いレベルのロリなんですね。はいはいはい、はい、だからそれがまた沢城さんやるの珍しいんですけど今はね、うん、でもまあ確か昔ってよくやってたよね、うん、そういう印象あるもんね。まあちょっとねふさごちゃん4を始めた理由も俺このキャラクターだったんで、うんうんまあ、PV で見て、あ、これはいいロリがいるわって。そんなゲームプレイの動機って存在するんだありますあります。そう。あります。キャラから行くことあります。なるほどね。だからね、リムルはね、気合でね、一回ヒーター出ました。え気合なんかねえじゃん。いや、気合を入れてヒーター気合を、って、来いって。e スポーツって叫びながら。これやめろ。それ違うゲームや。e スポーツって言ったら出たろ。出ました。e スポーツじゃねえからな、あんまし。ガチャはスポーツ。はい。ということで、現在こちらのキャラの出現確率がアップするピックアップガチャ実施中です。ぜひ手に入れてください。さて。ぜひ手に入れてください。ということなので。またか、またか。社交心煽るよ。わかるこれ。どうだ、リムルとフェイズ、どっちが欲しいですかね。リムル。フェイズ。まあ、最後さんでもいいんだけど、まあ、全然。リムルの声は聞きたいな。ちょっと、うん、沢城狙ってみますか。なんかピンクだ、ピンク色の画面だし。はい。行ってみます。どうぞ。さあ、どうなる？電波が悪いです。電波が、ちょっと待ってくださいね。扉をね、開放するのね。スタジオの扉を開けちゃうんだぜ。俺ぐらいになると。ワイルドだな。ワイルドでしょ。ねえ。あ、来た来た。来た。ちょっと嫌な予感しかしない。輝く。輝く輪っかは出るのか。いえ。出ませんでしたか。はい。この時点でなんか確定しちゃうのったら寂しいですよね。なんか確変とか欲しいですね。演出ね、うん。バリバリってなって。確かにそうなんだよね。
この時点で確定しちゃうのはちょっと悲しいですよね。ちょっと待ってくださいね、うん、パンパン連打してますね、はい、ちょっと待ってください。まあ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 10連で出るもんじゃないから、うん、10連でお前出たんだろ。まあ出ましたけど全て限界突破。ちょっと待ってね、ちょっと今か